はい、それでは、今日の、講義を始めます。で今日からいよいよ、本題である狂競馬理論の話に入ります。で狂競馬理論を今日は、最予想感の流儀で、どのように捉えるかという話をします。でまず一般的な話からしますが、まず馬の量子論というものを考えます。で馬の量子論というのはその物理の大理論で、その分厚い教科書が何冊もあったりして、でそういうことを全部理解することが究極目標なんですが、あの 数学的にですね。だけど、それはだいぶ遠い、目標 でもっとその、で今日やっていくような流儀っていうのは、そういう最終的にはそういうことを目指しているんですが、そのつまり何とか粒子の質量を予言するとか、そういうようなことを目指しているんですが、あのだいぶそういうところは距離が遠くて、もっとその基本的なところから地道にやっていきましょうという話で、で数学的なものです。数学的なって言ってるのは、つまり物理の人たちはその数学的にその厳密にそのきちんと定められていない、そのファインマン積分とかそういうのをバンバン使っているので、そういうのはちょっと困るので、あの数学としてきちんと基礎から全部道具を整備して順番にやっていきましょうと、そういうのです。だからそういうのはその最終目標までは非常に遠いんですが、それでも非常に基本的なことから地道にやっていきましょうと、そういう考え方です。でそうするとですね、そういう立場からの、まあ、だから合理的なものですね、合理に基づいて、その数学として全部あの、合理があって、いろんな基本的な性質を順番に証明してと、そういうふうにいこうと、そういう考え方です。でそうするとそういうものとして、大昔からあるものとして、ワイトマンの合理形というものがあります。でそう、これ自体は今日は使わないので、簡単に説明しますが、簡単に説明するのにとどめますが、大体どういうものかっていうとですね、まず、軸があると。で軸でどんなものを考えるかというわけですが、基本的にはですね、特殊相対論の効果を考えるので、ミンコフスキー空間、みたいなのが、典型例です。だからまあ一番素直なのは、空間次元が3次元で、時間次元が1次元あると、そういう4次元ミンコフスキー空間というのがまあ一番基本的な設定です。で本当はその一般相対論の立場から言えば、軸も曲がった軸を考えるべきなんですが、これからやるような話を曲がった軸でやるっていう試みはあるんですけど、あんまり進展してないですね。だから今日はまあ曲がった軸のことはあんまり考えないで、まあミンコフスキー空間とかそういうのを基本的に考えると。そう、はい、で次にですね、軸対称性の群と、というのが指定されます。それは時空の取り方によって、まあ大体自然に決まるようなもので、例えばミンコフスキー空間であればミンコフスキー経流を保つような、そういう群とかいうのがあるわけで、そういうものも指定すると。それからあとこの時空上の量子場、というものがあって、でこういうものが組になっていて、この組っていうのが数学的な対象 でこれに何かその数学的な条件が満たすべき条件がいろいろついていると、そういう設定で考えましょうというのがワイトマンの合理形です。でじゃあ軸ので、まあ、これは軸はいいとして、それから対称性の群も普通に数学的なものですね。じゃあこの量子場って何かというわけですが、クワンタムフィールドですが、量子場って何のことでしょう、数学的に全部やろうと言ってんだから数学的に何のことでしょうというわけですが、まず非常に単純に素朴に考えると、まず普通の量子のつかない場ですね、電磁場とかそういう場っていうのが数学的に何かというわけですが、今
非常に抽象的に一般的な設定で考えているので、もう、その実際の、その細かいことは忘れて考えると、バッテン電磁波とかそういうのが何かっていうと、それはあの数学的に考えると時空上の関数ですね。つまりは各点、時空の各点ごとに何かその電波がどっちを向いているとか、そのベクトル値、まあ、ベクトル電磁波の場合ベクトル値ですけど、そういうのがあるから、まあ時空上の関数というのが古典的な場であると考えられる。まあ、いろいろ他にも条件はありますが、まずあの数学的に 何かということを考えると、まず時空上の関数というのが基本的な対象であると考えられる。でそれに量子、これはだから量子のつかない古典的な場ですが、じゃあ量子がつくと何どうなるかというわけですが、量子がつくとどうするかというのは、量子力学の一番基本的なことっていうのは、その物理量っていうのは数じゃなくてオペレーターですよというのですね。まあ自己協約だったりしますけど、まあ、とにかく基本的には作用素を考えなさいと言ってるわけですね。だから時空上の関数で、だから各点でまあベクトル値でも成分に考えればいいので、スカラ値の関数だと思ってよいので、そうすると、関数っていうのは数に値を取ってるわけですが、数の代わりにオペレーターを考えなさいと言ってるんだから、作用素値ですね、作用素値関数を考えましょうと、だいたいこういうものが量子場であるんじゃないかと期待されると、数学的には。 でこういうふうなことを考えるんですが、あの素朴な枠組みとして考えるんですが、実はですね、さらにですね、そのディラックのデルタ関数みたいなのが、まあ、量子力学とかでもバンバン出てくるわけですね。でそういうのも考え、あの仲間に入れておかないといろいろ都合がよろしくないということが分かるので、作用素値の超関数のを考えます。でまあ、作用素値の超関数って何かっていろいろあるんですけど、まあ、あんまり細かいことは記事しなくて、なんかまあそういうものがあの普通のシバルツの超関数とかあるわけですが、そういうものの一般化として作用素値の超関数というものがまあ定義できます。でそういうものが時空上であるというのが大体量子場、あとまあいろいろ他にも条件はありますが、あの一番基本的な枠組みとしてはこういうものを考えましょうというのが、その量子場です。でそのワイトマンの氷結っていうのはこういう時空上の作用素値超関数がいっぱいあって、それぞれがなんかこれこれの条件を満たすようなものを考えましょうと、大体そういうものがワイトマンの氷結です。でこういうものがだからよく昔もそれ何十年も前からあるもので、昔から調べられているんですが、いろいろそのあんまり発展してるとは言い難いですね。でそれはいろいろ難しいんで、数学的に難しいんですね。でその技術的な困難のがそのまあ2つあって、あの数学的に考えると2つ問題点があって、作用素って言ってるわけですが、ここがですね、作用素が しばしば比喩解になると、比喩解作用素が出てきます。それは量子力学でもその一演算子とかを取るとすぐに比喩解になっちゃうわけですね。で比喩解作用素っていうのはいろいろ、まあ、関数解析的な取り扱いがまあそれなりに難しいわけです。単純な足し算とかもそのうまくいかなかったり、あの簡単にはできなかったりするので、まあ、これが難しいことの一つの技術的な難点。それから超関数ですね。普通の関数じゃなくて、まあ、超関数であること。でこういうのがまあ技術的にいろいろともう難しいわけです。でだからでこういうものを回避 した別の氷系を考えようと、これをこういうものを回避して別の、その氷的な扱い したいという考え方が昔からあります。だいたい50年60年ぐらい前からあります。でそれが作用素観に基づくもので、代数的場の量子論と呼ばれるものです。
ただ代数的っていう意味はその、その最要素感だから感ですね、そういう感の理論に基づいているということで、だから実際にはその代数的といってもその関数解析がバンバン出てくるんですけど、だから関数解析はやめるわけじゃないんですけど、でもまあそういう代数的という名前がついてます、アルジェブレイクですね。で、こういうものがあると、で、まあハーンとかキャストラーとか荒木先生もそうですね。でこういうのが、まあ、その50年ちょっとぐらい、続いています。でこういうのがあるわけですが、でこれは一般的な枠組みで、だからまあ、枠組みとしてはどういう軸でもどういう軸対称性の群でも、まあ、考えることができると。でだからこれかなり一般的な枠組みなんですが、でそのだけど、まあだから軸としてどういうものを選ぶかっていうのがいろんなそのチョイスがあるわけですが、でまあさっきも言ったようにそのミンコフスキー空間を選ぶんですが、その4次元ミンコフスキー空間が一番その素直な設定だと考えられますね。そこで、まあ、4次元ミンコフスキー空間の場合が先にいろいろ調べられました。でいろいろそれなりにきれいな一般論が出て、いろいろ発展してきたんですが、ところがその4次元ミンコフスキー空間の場合はですね、その例が作れないんですね。物理的に自明な例しか作れていないんです。今何十年もやってるんですけど、でこれがその大問題で、自明じゃない例を作ろうと長年いろんな人たちが頑張ってきたんですが、今までできていないと。で、そういうところでまあちょっとある意味行き詰まっているようなところがあったわけですが、これはその4次元をやめてこの共形場という設定で、設定でこの代数的共形場理論の設定でこの代数的な場の量子論の一般論を適用しようということが考えられてきます。でこうするとですね、いろんなたくさん面白い例がたくさんあるんですね。でだからそれでそうするとい例がたくさん作れるし、一般論も非常にきれいにいろいろいくし、他の数学との、数学や他の物理との、話題との関連もたくさん分かって非常にめでたいというので、これがだいぶ最近、1990年ぐらいからですかね、始まって、まあ、ずっと過去、この、30年ぐらい、盛んに研究されているので、まあ、私も基本的にこれを研究しているので、まあ、これの話をこれからやっていこうというものです。でこれは最初はフレーデンハーゲン、レーレン、シュレア、あとまあロンゴもそうですね。こういう人たちで、まあ、1990年頃から始まったというものです。この設定をちゃんと、考えてみましょう。そうするとですね、で共形場理論ってその言ってるけど、本当は共形場の理論っていうのはそのなんか軸対称性の指定の仕方なので、どの次元でも意味はあるんですけど、ここで言ってるのは2次元の共形場理論のことですね。2次元で言ってるのはミンコフスキー空間なので、空間が1次元、時間が1次元のミンコフスキー空間です。
で考えると。でさっきその4次元つまり空間が3次元のミンコフスキー空間で最初考えてたと言いましたが、でそっちからすると、空間が本来3次元あるべきなのに空間の方を1次元にその前は潰してしまっているのは、まあ、ある意味つまんないんじゃないかとか、なんか退化してるんじゃないかとかいうふうな考え方もあるわけですが、実は空間1次元にした方が数学的にはいろいろ面白い現象が起きるということがまあ分かっているので、まあ、で実際に、例もたくさんあるし物理的な現象とも対応しているので、まあ、こういう空間一次元でやるということにまあちゃんと意味があるわけです。で、この設定についてこれから説明していきますが、そうすると時間1次元空間1次元なので、こう時間座標が t 空間座標が x でこういうミンコフスキー空間で考えます。でこの上でそのなんか場の量子論を考えたいというので、だからここの上でなんか時空対象、これが時空ですね。で時空対称性の群とかがあって、その上のその量子場みたいなのを考えるという設定でいくんですが、これがですね、だから2次元の空間で考えてるんだけど、実はこれがですね、その1次元の、2つのですね、1次元の話に分解できるということが分かっていて、でその時に2つの1次元というのはその x 方向と t 方向に分解するんじゃなくて、それはうまくいかないんですが、そうじゃなくてこっちですね、ここ。これとこれに、まあ、ちょっとそのここを通ってますが、x イコール t と x イコールマイナス t と、こういう2つの直線ですね。この、まあ、この2つの空間の直積であるわけですが、もちろん全空間は、この2つに分解できると。この2つの1次元というのはこういう2直線です。で、大体まあ対称なの で片方だけを、だから理科片方だけを考えると、まあどっちでもいいですけど、この片方だけを考えると、でこういう片方だけを考えるというのはカイラルと言います。カイラルってのはそのカイラリティとかあるいはキラリティと思いますが、そういうのでその 右半分、右と左みたいにこう 対象になっているやつの片割れのことですが、だからこう x イコール t と x イコールマイナス t にこうまあ対象な形に分解して、その片割れだけを考えるというのが設定がカイラル強形場理論です。でそうすると1次元分なのでもう直線上の話になるわけですが、だから直線上の場の量子論になるんですが、その時空対称性を考えるときに、だから直線がですね、これがいわばこれがもうその時空のにあたるものです。で時空って言ってももう1次元しかないわけですが、これはその時間と空間がこう混ざって潰れているので、時間と空間が合わせて1次元分に潰れてしまったと、大体そういう状況を考えています。だから1次元しかないんだけど、まあ、時空のように思います。そうするとこれがまあ時空だと思うと、時空対称性なんですが、時空対称性を非常に大きく取ります。それは
普通の、ミンコフスキー空間の設定だとなんかそのポアンカレ群とかそういうのを考えるわけですが、そういうのはその有限次元の、リー群なんですが、そうじゃなくて無限次元リー群を取ります。でその時に時空対称性をこの、直線なんですが、直線をこう無限原点も付け加えておいて、で これも動かすと、この無限遠点も動かすような対称性を考えるので、そのためにこの無限遠点もこの直線に、合わせて考えておくので、だからこういうふうに無限遠点をこうコンパクト化、こういうその無限遠点も動かす対称性を考えるといろいろ都合がいいことが、分かるので、これで、S1 にS1 にすると、このだから、これがもうこれが、時空に当たるものです。コンパクト化して何か小さくなっちゃったような気もしますが、だから S1 で、これが時空のつもりであると考える。で時空対称性の群が、対称性は群はこれを取ると、ディフっていうのはディフェオモルフィズムで S1 から S1 の微分動相写像全体、ただし向きを保つ、で向きを保つってことははっきり言うためにプラスとかつけることもありますが、まあここではもうこの記号で向きを保つ。微分動相写像を全体を考えると、これがあの無限次元リー群です。でこれで、時空に当たる、さっきの、もう消しちゃったけどワイトマンの設定で考えると、時空に当たるものが S1、 時空対称性に当たる群がディフェオモルフィズムグループになっている状況です。で量子場なので、まあ、S1 上の、なんか作用素子長関数たちを考える。を考えましょうというわけですが、さっきも言ったようにその代数的場の量子論ではこの設定で、作用素子長関数じゃなくて、その普通作用素関をもとに考えるん でそれはどうするかっていうと、 S1 がまあこれが時空のつもりなわけですね。そうするとこう S1 の中にこういう、まあ、回区間で回でいいんですけど I というのを考えます。で、まあ、解でも平でもあんまり問題ないんですけど、あの とりあえずここでは解区間にしておきます。でその時に、S1 ちょっと都合上、S1 全体というのは許さないし、それから S1 から1点除いただけっていうのも許さない、それはちょっとでかすぎるので、だからまあ、デンスでないですね、電空間と、だから S1 全体と1点を除いたやつは禁止して、それ以外の回区間を考えます。そうするとですね、作用素子長関数を、まあ、例えば T とかしておいて、でサポート F が、まあ、I に含まれていて、そうすると TF とこういう組みを考えます。で、作用素子長関数って何かってちゃんと言わなかったけど、普通のシバラツの意味での長関数っていうのは、あのだから長関数っていうのはシバラツの意味のディストリビューションの意味で解釈してるんですが、普通のシバラツディストリビューションっていうのはテストファンクションに引っ掛けると数が返ってくるわけですね。でその時に線形性とか連続性とかがまあついてるわけですけど、基本的にはテストファンクションに働いて数を返すものが普通のシバラツ長関数です。でここでは作用素子って言ってるのはどこが変わるかっていうと、やっぱりテストファンクションに普通に働きます。で返ってくるものが作用素です。 数の代わりに作用素を返すテストファンクションで、あと線形性と自然適当な意味での連続性がついている、これが作用素子長関数です。だからこれで作用素が返ってくるはずです。でその物理的な意味は何かっていうと、これがで、まあもう自己協約だったとしましょう。あんまりそこは重要じゃないので、
自己共約作用素だとすると、それはその物理的には観測可能量を表すと。でその時にここにテストファンクションがそのどっかにまあ極在しているわけですが、それがこう i に限定されているっていうのを i における観測可能量と考える。 i というのがだから時空領域、まあ今時間も空間もさっきも言ったように1次元に混ざっちゃってますけど、時空領域 i における観測可能量であると考える。でこういうものが t はたくさんあるの でテストファンクションもたくさんあるから、これがまあ例えばたくさんあるわけですね。こういう観測可能量がで、これらの生成するフォン・ノイマン環を考えます。i を固定して、この範囲で生成するフォン・ノイマン環を AI とすると、でこの時に生成するっていうのはちょっと雑に今言ったんで、説明が必要ですが、それはですね、ああいうふうにテストファンクションに引っ掛けて TF という形で何かオペレーターが出るんですが、これしばしば非誘拐になります。それはさっきも最初の方に言った時のと同じで、その作用素値長関数っていうのはテストファンクションに関してオペレーターを返すんですが、それがしばしば非誘拐になります。で非誘拐の時はでまあ適当に実部と虚部に分けることができるので、もう実部非誘拐自己協力になることが、まあ、あり得るわけですが、でところがそのフォン・ノイマン環というのは誘拐線形作用素しか入ってないので、だから非誘拐なものにしてしまうと自由に足したりかけたりできなくなってしまうので、今環ですから、その環全体で足したりかけたりは自由にできないといけないと。でそれはその誘拐なところに限定しないといろいろそういうことはうまくいかないの でだから非誘拐になっちゃったら生成するフォン・ノイマン環といってもそもそも足したりかけたりできないわけですが、それどうするかっていうと、まあエクスポネンシャルの型に i をつけてこうやれば、こうやるとエクスポネンシャルの方に i× アンバウンディッドセルフアジョイントがついていてもユニタリになります。これユニタリ作用素です。そうするとまあ基本的にスペクトル分解とかそういうのは自由にできフォン・ノイマン環の中では自由にできるので、だいたいこういうアンバウンディッドなオペレーター、一般に h アンバウンディッドセルフアジョイントな、H っていうのを考えるのと E の IH 上を考えるということは基本的に同じことなの でこういうことにやれすれば、もともとは非誘拐であっても、誘拐な作用素に置き換えることができる。だからこういう意味でこっちに非誘拐なものができたらこっちに移って、でこれらの生成するフォン・ノイマン環を AI です。だからこれで誘拐線ちゃんと誘拐線形作用素の感じになっています。でこの意味で i ごとにフォン・ノイマン環が定まると。だから i に対してこういう AI というのが定まると。
で i はその連続ノードありますから、これでフォン・ノイマン間の連続ノードのファミリーができるので、全部共通のヒルベルト空間に作用しています。でそういう状況で考えて、これがその場の量子論の実態であると、まあ、今強競馬ですね、強競馬理論の実態であると考えると、これが最要素感的なその代数的場の量子論の考え方です。だから、強競馬理論っていっぱいあるわけですが、だから一つの強、だから一つの強競馬理論っていうのは、こういう一つの写像と、こういうふうに考える、これがその最要素感的な流儀の、もので、その代数的場の量子論と呼ばれるものをその強競馬理論の枠組みで考えたものです。でこれを数学的に、数学的に合理化して考えるというのがこれからやりたいことです。そこでこの i に対してこう AI を対応させるという写像がどのような条件を満たしているべきかということを物理的な動機に基づいて公理化します。でそので公理がひとたびできてしまえば、そこからあとは完全に数学なので、まあ物理的なことはとりあえず論理的には忘れても大丈夫、構わないので、それで公理的に研究していきましょうと、そういう流儀です。だから物理的動機に基づいて、数学的な公理を定めると、で以下その公理を説明します。公理は6個あります。だから今、S1 があって、でそうこういう中密でないような回帰間ごとにフォン・ノイマン間が定まります。で全部共通のなんかヒルベルト空間もあって、全部共通のヒルベルト空間に作用しています。そういう設定のもとで以下の6条件を、公理として課します。でまず順番にいきましょう。それを順番に説明していきます。まず1番は非常に、簡単なというか自然なもので、こう区間が大きくなったとしましょう。そしたらどういうふうになってるかっていうと、区間が大きくなると、こちらの考え、これがその物理的な動機を説明している背景なので、区間が大きくなったらどうなるかっていうと、区間が大きくなったらテストファンクションの自由度が増すから増えるわけですね。でそしたらその正制限が増えるんですから、間は大きくなるに決まってますね。でそれは物理的な意味でも、その区間が大きく、時空領域が大きくなれば、そこでの観測可能量が増えるわけですから、それらの生成する間というのは大きくなるべきです。だからこれがこうであればこうと、間が大きくなりますよと、こういうそのまあ単調性ですね、単調性なんだけどアイソゾニーという名前がついてますが、こういうアイソゾニーという公理があると。だからこれはその物理的な動機、あるいはテストファンクションでの作り方から一定では当然こうなるべき公理の一つです。だからこれはまあ簡単と。で次が、これは、ローカリティというやつで、これは非常に重要な公理なのでちゃんと説明が必要ですが、もともとですね二次元空間でこういう考えてたわけですね。でなぜそのミンコフスキー空間で考えているかっていうと、そのさっき言ったような特殊相対論の効果を考えたいので、特殊相対論の効果はミンコフスキー空間で考えると、そのスペースライクな、領域っていうのがあって、それはこうこの辺に何か領域があって、でこうこうですね、この辺にまた領域があると
この2つがそのこういうふうに分かれてると、こういうのはスペースライクといって、それどういう意味かっていうと、この辺とこの辺はその光のスピード、今これ光のスピードが1に正規化されてますが、光のスピードでもその到達できないわけですね。でそうすると何にもそういうところではその、因果律が働かないので、まるっきりその、なんていうかインタラクションがないわけです。でそうすると、この辺に観測可能量があって、でこちらにも観測可能量があるわけですが、でそういう時に、その量子力学あるいはその、だから普通の関数解析でそのまあ A オペレーター A とか B とかあるとすると、まあ自己協約でいいですけど、そうするとそのオペレーターの積というのはもちろん交換しないわけですね。 AB と BA はいっぱい行列の時でも分かるように全然違うわけですが、 AB と BA が違うっていうのは、だけどそれはそのインタラクションがあるからそういう違いが生ずるんで、これインタラクションがないとですね、観測可能量は過干になります。2つのスペースライクな領域では、観測可能量は何も何もそうお互いに作用を及ぼさないので、交換すると。というのがあって、これがそのまあ特殊相対論の効果の重要な効果です。でこれをまあこれはだから二次元ミンコフスキー空間でこうなってるんですが、これ今一次元に分解しました。一次元では分解するとどうなるかっていうと、それがもっとさらにスペースライクとかも忘れてもっと簡単な形を取ることが分かって。それはもうこういう2つの区間、あの I1 と I2 がディスジョイント、この辺とこの辺がディスジョイントならば、観測可能量が交換すると。で、観測可能量は一般にアンバウンドなんですけども、間にして誘拐線形作用の間にしてしまいましたから、交換すると。でそれはもう間をこのリーブラケットの中に入れて、こうもういきなりこう書いちゃいますが、だからこれは x と y がこう入っていたら xy イコール yx とそういう意味ですが、この間間をリーブラケットの中に入れてイコール0と書いた意味はこうですけど、だから AI1 のから出てくるやつとオペレーターと AI2 から出てくるオペレーターを交換すると、こういうあのこれがローカリティの公理で非常に簡単な形を取ると。でそのローカリティの公理というのが頂点作用代数の方にもあって明日説明しますけど、でそれは非常に重要な公理なんですが、こちら側ではこういうふうに作用素間の枠組みではローカリティ非常にこういう単純な形を取ると、これがまあいろいろと便利なんですが次に時空対称性の群がどう働くかですが、3番目がコバリアンスね、共変性の公理というやつで、まずですねこれもちゃんと書くとなかなか面倒なんですが、まずですね、S1 というのが今こう思ってるんですが、でこの S1 とここに無限原点があると思って、この R の部分がここまでが R と思って、これはこれをこう切り開いた R の思うんですが、これとこれはまあなんか経理変換で写ってるとしましょう。これが Z 複層平面上の単位円だ、原点中心の単位円としておくと、マイナス1のところが R に行くんだから何でしょうね、 Z たす1分の Z-1 でしょうかね、あとなんか i 倍とかかかるかもしれませんが、なんかそういうので、こちら側にそう一次分数変換でこの これが無限原点に行って他のと単位円がこう R に伸びると、こういうので、円周をその R プラス無限大というのと円周をちゃんと同一しておきます。でそうするとここにはですね、
R 上には PSL2R が一次分数変換で働いています。普通にだから ABCD という行列が、AX プラス B 割る CX プラス D に働くという意味ですね。こういうふうに働いているので、で、まあ、この同一値によってこれが PSL2 で無限遠点も動かす あれで無限遠点も動きうるので、これで PSL2R がこの同一値によって S1 に作用すると考えると。そうすると、まだ公理の設定を書いてるんですが、公理の要請は何かっていうと、PSL2R のユニタリ表現まあ U があって、こういうものが成り立つと。で G は PSL2 これがまあコバリアンスっていうので、ユニタリでだからこれフォン・ノイマン環ですね。フォン・ノイマン環をユニタリで挟むと、このユニタリ表現から来るユニタリで挟むとこういう別のフォン・ノイマン環 GI っていうのは、PSL2R が I に働いたことによって別の区間に移った、これは別の GI という新しい区間で I を像である別の区間ですが、そういう別の区間の上のフォン・ノイマン環に移ると、そういう設定です。でこれが、まあ PSL2R に対するコバリアンスなんですが、それは、これは PSL2R はメビウスグループというので、ここまでだとメビウスコバリアンスというやつなんですが、実際には、まあ、これはもっと強いことがコンフォーマル、コンフォーマルって言ってるのは、だから共形場理論の共形のところがコンフォーマルなんですが、コンフォーマルって言ってるのはディフェオモルフィズムグループが働いていると、時空対称性としてディフェオモルフィズムグループを取ったということをそういうふうに呼んでいるんですが、だからディフェオがに関するコバリアンスを書かなきゃいけなくて、今書いたものはまだ PSL2 です。でこれを広げないといけなくて、まただから3番はまだ続いてます。で U を、これにディフはディフェオモルフィズムグループはもちろんこれを含んでいるわけですが、今の作用の意味でこれが部分群ですが、でこっちがだから有限次元リー群で、こっちが無限次元リー群に広いずっとバカでかいんですが、これに拡張した表現があるんですが、今度は拡張するとですね、プロジェクティブになります。プロジェクティブユニタリだから、U の GH とそれから UGUH っていうのがスカラーだけは狂ってもよいと、そういうものですが、表現で同じ記号を U で書きます。で、さっきとこう同じ、これが成り立つ、広げたところでもこれが成り立つ。が成り立ち、でさらに これが動かないことがあって、これはどういう状況かっていうと、 X が AI で、で G がアイデンティティ I と。だから、ディフェオモルフィズムなので、どっかの区間、ある区間ではぴったり止まっていて残りの区間だけで動くと、そういうことが可能ですね。 PSL2R ではそういうことは不可能ですが、ディフェオなのでこうぐにゃっとこう曲げ引き伸ばすことができますから、そういう区間 I があって、
で、ディフィオモルフィズムはぴったり I 上では止まっていて、残りのところだけでこう動かすと、そういうディフィオがありますね。で、そういうディフィオで引っ掛けたとき、この UG、UG スターで挟んだときは、だからディフィオは、I 上では何もしていないと。で、そのときはこのディフィオのこういう意味での作用っていうのが AI 上のオペレーターに関しては何もしないという、こういう、まあだから、もともとディフィオのレベルで何にもしてなければ、こうユニタリ表現のレベルでも何にもしていないと。そういう種類のことですが、これを犯します。でここまでが氷です。ディフェオモル、これがコンフォーマルコバリアンス。コバリアンスって言ってるのはその、共変というやつで、だから AI たちという属がこの区間の方がこういうふうに GI の方に移るときに間の方もこの意味で一緒に移ると、そういうのが、共変性の氷です。それからあと3つありますが、真空ベクトルの氷。ユニットベクター、今考えているヒルベルト空間にユニットベクターオメガがあって、あり、普通の書き方をすると、まあ、これを書きますね。この、尖った V 字型の記号は AI たちの生成するフォンノイマン感で、あ、でもこれはまあいいや、書きましょう。これがオメガに働くと、全空間に、今ヒルベルト空間の記号を書いてなかったですが、これが元々のヒルベルト空間です。こういうフォンノイマン感をオメガに引っ掛けたものがデンスであると。それから、ユニットこれは PSL2 作用 UG で止まっていると。ただし PSL2R の方です。ディフェアの方で止まっているというのは無理なことが分かるので、その PSL2R の方でだけ止まっていると、こういうのがあると。で、ヒルベルト空間のベクトルはそのクシーとかエイタとかギリシャ文字で書きますよって初日に言ったんだけど、これギリシャ文字の大文字ですが、それはちょっとここはオメガっていう字は物理の人たちが使ってる記号を、そのまま持ってきたので、その、ギリシャ大文字を使ってます。それからどう来たんだこれかな。それから、まだ4番はここまで、5番目ポジティブエナジーというやつで、PSL2R の中にその S1 の回転群が入ってます。そうすると、だからユニタリ表現を、今PSLU というユニタリ表現があるので、ユニタリ表現を S1 に、この回転に、U をこの回転に制限すると。そうすると、回転群はもうやっぱり S1 群としての S1 と同一できますから、これはだから、S1 のユニタリ表現だから、ワンパラメータユニタリグループの周期的なやつというふうに考えられるので、その、正制限というのがあります。
性制限というのが考えられますが、これが、アンバウンディドなセルフアジョイントオペレーターですが、一般に。これが、まあ、L0 と書かれるものですが、これが正値であると。で、まあ、これが明日以降出てくるビラソルアルジェブラという時に出てくる L0 なんですが、で、まあ、コンフォーマルハミルトニアンと言いますか。と言いますが、これが正値というのは0以上という意味です。0は入ってます。こういうで、L0 というのはその回転群の、周期 2π があるので、回転は 2π で考えてますが、周期 2π があるので、固有値がまず回転なので固有値が整数なんですが、正値って言ってることはだから固有値が0、1、2、3とここに入ってると、そういう意味です。正値ということの意味はこういうことです。こうなってる、これはで、これはもうポジティブのはポジティブのことですが、エネルギーってついてるのはこの、L0 という作用素がその、物理量としてエネルギーを表していると考えられるので、そういうのエネルギーの正値性というので、まあ、こういうのがついてます。で最後の講義が、最後のはあんまり重要じゃないんですけど、重要じゃないんだけど、まあ、規約性っていうもので、でここまでの講義だと、その規約例えばににこういうものは2個持ってきて直話しても、多分大丈夫なはずですね。でそういうので、そういうのは、やめたいので、そういう直話に分解しませんよっていうのが必要で、それは、こういうんですね。AI たちのこの V の字の記号はまた生成するフォン・ノイマン環のことですが、これらの生成するフォン・ノイマン環は B/H ですよと。だからまあ先にこれをつけておけば、さっき のあれがデンスになるというのは当たり前ですけど、だからあっちは書かなくてもよかったですが、まあここです。ここまでが仮定で、以上 が AI に課されるべき で、これを満たすときAI たちを局所共形ネット、局所だ、ドローバルコンフォーマルネット、こう言います。でだから一つの局所共形ネットっていうのが一つの共形場理論を表すと、そういう一つの共形場理論を表す数学的な対象であると、こういうふうに考えます。で名前についてちょっと言うと、局所っていうのはローカルで、そのローカリティの氷を書いていて、で共形って言ってるのはそのコンフォーマルコバリアンスを考えていて、でネットってついてるのは何かっていうと、もともとはですね、こういうのはさっきも言ったように4次元ミンコフスキー空間で考えてたんですね。で4次元ミンコフスキー空間で考えてるときは、こういう作用素の属がですね、その方眼関係に関して有効属をなしているので、そういう有効属で、パラメトライズされたファミリーという意味でネットっていう言葉を使ってたんですね。で作用素間のネットと呼んでいたんですね。でところが S1 上ではですね、その方眼関 S1 ってその無限点を足してコンパクト化してしまったためにですね、代償関係、方眼関係に関してその有効属になってないんです。それは何でかっていうと、こうあって、ここがこっちとこれが I1 で、こっちがこういうふうに I2 とすると、この両方を含んでいるものっていうのはその全体に S1 全体になっちゃうので、
でそういうのは今区間として禁じているので有効属になってないのでネットっていう呼び方は本当はそうなんというかおかしいというか間違ってるんですね。でそうそれでだからネットと呼んではいけないとかいう流儀も一時期あって、そんで、プレコシーフとかいう名前もあったんですけどそれはあのシーフあの層ですね層の効率を見てみるとその最初のアイソドニーとかが層の氷と矢印が逆になっているの でそのシーフのだからデュアルバージョンでコシーフとか言ってで何かちょっと条件が足りないのでプレコシーフとかそういう名前をで書いてある論文もあるんですがあんまりそういう格好悪い名前は廃れてしまってでネットという呼び方があの昔からあの広まっているのでもうみんなネットと呼ぶようになったというので、だから本当はネットじゃないあのネットと呼ぶのは不適切なんだけどもみんなローカルコンフォーマルネットと呼んでいると、まあ、そういう理由です。それから、私はあのローカルっていつもつけてるんですが今日あのローカリティの効率が重要なの でそのローカルのところを一般化したそのスーパーバージョンのところもあるのでそういうのと区別するためにローカルいつもローカルをつけてローカルコンフォーマルネットって呼んでるんですがそのなんかもっと縮めてローカル言わないでコンフォーマルネットって呼ぶ人が多いですね最近で何か私の共助者もなんだかローカルつけないでだからここをローカルつけないでただコンフォーマルネットっていう人もたくさんいます。はい、でだからなんか私の論文も一部はあのローカルがついてないですがそれは共助者に負けたので、まあはい、そういうつけない人たちもたくさんいます。でもまあこういうものです。だから、さっき言ったようにこういうその左右相関の属が、ありますよというのが一つの、共競馬理論を表していると。だからでこういうこのこれらの公理を満たす属っていうのは、まあ、あのたくさんあるんですけどたくさんあるので、そういうものがそれぞれ一つずつのコンフォーマルフィールドセオリーを表していると。でそういうものを調べて、ね、全体に共通する性質を調べたりあるいは例を作ったり分類したりそういうことが数学的に合理化できたので数学的にちゃんと設定できましたというわけです。でいくつか注意を述べますがまずですね形式的には今までの公理を満たす例が何かっていうことなんですがまずですね数学なので公理を書けば例は何かって真っ先に誰でも気になることですね。でそうなんですがまずですねとてつもなくくだらない例があってそれは全部H も AI も1次元というのが一つあって全部の AI が C と。これでちゃんと公理を満たしています。だけどこれはあまりにバカバカしいですねでこんなの共競馬理論じゃないのでだからこれは、まあ、仲間に入れないということに、しておきます。これはちょっとあまりにバカバカしいので、例とは考えない。そうするとこれじゃない例がどういうものがあるかというわけですがでこれそのある種の代数系の公理なので、まあね、関数解析的なものですけど関の属なわけですから代数的にあの抽象的に言えば関の属の公理なのでなんかそのこういうその群の例とか関の例とかそういうのの仲間で左右相関の例も瞬時にいろいろ挙げましたがああいうふうな形で、これこれの例がありますよって言えればめでたいんですが残念ながらですね簡単に作れる例はないです。一つもないです。それで、例は簡単じゃないので、他に簡単に作れる例はなくてですね。残念ながらなくて、で、じゃあ難しい、でも例はたくさんあるんです。さっきも言ったように例はたくさんあるんですが、どれもあんまり簡単にっていうのは何にも予備知識なしでパッと作れる例はないんですが、いろいろなそのもっと高級な技を使うと、例が作れていて、で、まあ、例については、後で頂点左右相対性の話をした時にまとめて、言います。後で。だから残念ながら 今の段階では例の作り方はちょっと説明は飛ばします。でこうまあこういう設定と。で次の注意点としてだからその我々の対象は左右相関の属なわけですね。あとまあユニタリ表現 UG もデータの一部ですけど左右相関フォンノイマン化の属なわけです。
そうすると、でこれらについていろいろ例えば分類定理とかしようとすると、その作用素間の属として、まあ、同じかどうかとか、適当な基準のもとで、同一視を行ってそれで分類するというようなことを考えたいんですが、その時にその間の属として、同じかどうかっていうことをまず判定する前に、一個一個の間ですね、一個一個のフォン・ノイマン間 AI がその違っていれば、例えば AI ってやつと BI ってやつを考えたときに、一つの I に対して AI と BI が違っていればもうそれは違うものですね、違う属ですね、属全体のことを考えなくても一個のフォン・ノイマン間を見ただけで区別できるわけで、そうなっていれば単純なんですが、そういうことは実は起こらない。いつでも出てくるフォン・ノイマン間は全部同じであるということが証明されます。だから各、実はこの公理の下で各 AI は自動的に荒木内ファクター、まあ、3-1 型とちゃんと書きますが、なることが証明されます。これで全くトリビアルじゃないです。非常にいろいろ難しいことを使うんですが、作用素間のいろんなこれまでの蓄積を使うとこういうことが証明されます。だから、各その間の属を考えているんですが、1個の間を見たのではですね、そのコンフォーマルフィールドセオリーの情報というのはないわけですね。だから表形和理論の情報は1個の AI には全く含まれていないと。ある1個の AI というそのフォン・ノイマン間1個を取り出すと、それでそれを見てその元の共形和理論の情報がどのくらい入ってるかなと、こういうのを見ると、何にもないんですね。どんな共形和理論から出発しても1個の AI を取ってきたら、そのアラケッズファクターに同じものになっちゃってるので、1個の AI みたいなのでは何の情報も入っていないということが分かります。じゃあどこに共形和理論の情報が入ってるかっていうと、属としてのその相対的な AI のたちの属としての相対的な位置関係ですね。だから AI1 と AI2 が例えばどういう関係にあるかとか、そういう相対的な位置関係です。これが共形和理論の情報を、覚えているというか持っている。これが重要な考え方。こういう相対的に間たちの相対的な位置関係が情報になっているというので、これサブファクター理論もそうなんで、サブファクター理論の方が後からで、これより後、こういう話より後から出てきたんですけど、サブファクター理論の時っていうのも N が M に入ってるっていう時に、N 自身あるいは1個の間 N だけを見る、あるいは M だけを見て、どうこうっていう話は、それはあんまりなんていうか別の話なんで面白くないとも言えるし、今の話とはあんまり関係ないとも言えて、そういうんじゃなくてですね、 N と M の相対的な位置関係、だから N が M にどのように入っているかということが重要な情報なんですね。それがサブファクター理論の教えるところですが、ここでもそういう考え方はだからもっと昔からあるんで、間一個一個の間じゃなくて間たちの相互関係、相互の位置関係が情報になっているというのが、このこういう作用素間的な考え方の重要な、ところです。で、それで次に公理の帰結を一つ重要なものがあるので。
重要な性質があるので、説明しましょう。これも後で、表現論を考えるときに重要になるんですが、まずですね、I に対して、区間と言ってるのは、だから連結な回集合で、デンスでないもの、あと空でもないですね、ものですが、これに対し、その I に対して、その残りの部分、反対側ですね、こっち側がその I の補集合なんですが、区間は解ということにしてあったので、単純に補集合を取ると閉集合になっちゃいますから、それは内点を取ります。でそれをダッシュと書きます。I の補集合の内部、内部を I ダッシュと書きます。ダッシュっていう記号はそのフォン・ノイマン間の話ではコミュータントに使ってきたんで、ここでは何か全然違うものに同じ記号を使ってるんですが、それは理由があって、この時こうでやると、この時まずダッシュこう書く、 AI ダッシュが AI のダッシュである、これが成り立つということが証明できます。でこの時にまずローカリティの公理が言っていることは、まず I と I' は互いにディスジョイントな回集合ですから、 AI と AI' の元は交換するというのがローカリティですね。ローカリティより、そうするとこれっていうのは AI と交換するので、その意味するところはこうですね。 AI ダッシュの元が AI と交換するっていうのは、AI のコミュータントを考えるとそこに入ってますよっていうのがローカリティのいうところです。だからローカリティの公理はこのイコールのこと、インクルージョンを言ってるんですが、で実は統合が成り立つと、この記号は統合の場合も含んでますよ、あるが実は統合がない。だから公理ではインクルージョンしか仮定してないんですが、実は自動的に統合が成り立つということが証明されます。でこれもいろいろ左右素間の話を止めた竹先理論とかそういうのを使わないといけないので、全くノントリビアルなことなんですが、実は統合が成り立つことが公理から証明されます。でこれはハーグデュアリティと言います。ハーグっていうのがなんかまあこういうことを考えた、最近亡くなりましたが、初期の重要人物 でそのデュアリティというのは、だからダッシュが中にあるダッシュが外に出るというのが、こうハーグデュアリティと言います。こういうようなことが成り立ちます。でこうでこれがまず成り立って、でここまでが公理および直接的な帰結の説明ですが、で、今日の残りの時間で表現論の話をします。で昨日と一昨日もちょっと言いましたが、その左右相関の表現論っていうのは、いろいろ他の、群の表現論とかいろいろ普通にみんながやってるようなものの仲間で重要なんですが、局所共形ネットがつまり左右相関の属ですが、左右相関の属の表現論というものを考えます。これがいろいろ重要で役に立つもので、特に物理的な、もともとは物理的な意識で考えられたものですが、
でそれはどういうのかっていうと、別のヒルベルト空間 K があって、でこういう πi と、今度は表現をちゃんと、字を区別して π というのを書きますが、で πi というのは、ai が、どこへ入ってるかと b of k ですね。この b はあのバーンディドリニアオペレーター全体、別の k のところに、作用していて、でこう表現 であって、でさらに、i1 が、i1 がここに大きくなっているときには、大きい間の表現を πi2 を大きい間の表現を小さい間に表現したものが小さい間の表現だ。これはコンパティビリティですね。π ここ点は線はないや。πi2 を ai1 に制限したものが πi1、 これがコンパティビリティです。こうなっているものを考えると、これが間の属の表現です。でその時に本当は、強競馬理論のデータっていうのはその間の属だけじゃなくて、そのユニタリ表現ですね、ディフェオのプロジェクティブユニタリ表現のところも入ってるんですが、でこちらもそれも表現の時に一緒に考えるべきなので、さらにディフェオの方も、ディフェオこれもそのなんかこうコンパティブルに定常に表現されると。考えるんですが、これがあの全ての情報が元々のあったヒルベルト空間 H から別の新しいヒルベルト空間 K に一斉に移っているということで、だから K には真空表現はないです。他の真空ベクトルはないです。で他の情報が間たちが一斉に別のヒルベルト空間に作用している。こういうのを考えるんで、でこのディフェオの表現の部分も、情報の一部なんですが、実は普通に考えている状況ではこれは自動的に従います。普通のってね、だから今考えている設定ですが、以下考え以下省略することにする。πi のみを考える。で、だから局所共形ネット AI たちの属の表現と言っているときに考えているのは、このこういうコンパティビリティを目指すような πi と。だから正確に言うと、間の属があって、その属が一斉に他のヒルベルト空間に作用されしていると、そういう表現の属ですね、そういうものを考えているという状況です。でこれはコンパティビリティを満たす表現の属で、これについていろいろ、そのこれがその群の表現とかそういうのとよく似たもので、いろんなあの表現のなす権とかそういうものを考えたいんですが、そうするとですね、表現の直和とか規約性とかそういうものは自然に定義できます。
これは別に大したことないんですが、次にやりたいのはですね、表現のテンソル積っていうのを定義したいんです。したいんですが、これどうしたらいいのか全然明らかじゃないですね。つまり群の表現のテンソル積っていうのは簡単に定義できますが、間の表現のテンソル積っていうのは一般にはないですね。で、そういうのをするにはなんかホップアルジェブラとかにすれば大丈夫ですが、今ホップとかじゃないです。で、まあ間の属の表現を考えているので、そのテンソル積っていうのはどうすればいいかっていうのは全然明らかではない。で、それをどうするかっていうのがドプリッカー・ハーグロバーツ理論と呼ばれるものです。さっきのハーグでが入っていて、あとドプリッカーとロバーツの2人が入ってますが、どうするかというわけですが、π を一つ取ります。π って πi の属のことですが、を一つ取ると。で、これがだから表現なんですが、ここでですね、まあ i を、ここ i は S1 の一つの区間なんですが、 i を任意に一つ固定します。何でもいいからこう S1 のところにこう1個区間 i を決めますよと、こう考える。で、π の i プライム、 i プライムこっちですが、 π の i プライムっていうのが ai プライムからどっか bk、 まあ kπ と書いた方がいいかもしれない。まあいいや、こういうところへ、こういう表現なんですが、これを考えると。で、ところがですね、この状況でこれを考えるんですが、そうするとですね、 AI プライムっていうのはさっき言ったようにアラキウッズファクターに自動的になってしまうので、特に3型ファクターです。で、3型ファクターというのは、全ての表現がユニタリ同士なのでした。これは昨日かな、昨日言ったことですね。そうするとここに一つ表現がありますが、元から一つ、これですね、AI ダッシュが元のヒルベルト空間 H と書いてるのが元の空間、 K というのが表現空間ですが、ここに入っていると、これも表現ですね。だからこれとこれがユニタリ同値であると。これらはつまりユニタリ同値であると。すると、で、π を考えるときにですね、π を考えるときに大体アップとユニタリ同値で考えればよいので、だから π をユニタリ同値類の中で取り替えることにより、最初から この2つは同じものであると思ってよいと。同じっていうのはだから H と K は同じヒルベルト空間で、
それから pi i ダッシュというのは、pi i ダッシュというのは、AI ダッシュのこう同じものであると、なんかこう、こうですね。こうとしてよいと。最初からこういう設定で考えればよいというわけです。で、そうするとですね、もう一回絵を描いて、i がこっちにあって、 i プライムがこちらにあると。で、その状況で x というのはこっち側に住んでるわけですね。で、一方ここに y というのが住んでるとしましょう。で、そうするともともとは SAS の設定で、まあ、xy イコール yx、これはローカリティでこうですね。で、これがだから H 上で成り立ってるわけですが、表現したらどうかと。これを表現にすると、こうですね。i の方で、こっちは x1 ダッシュか。こうで、こうと。こうなってると。で、本当はちょっとここでごまかしてるんですが、まあ、あんまりそれは本質的じゃないので、もういきなりこれでいきましょう。まあ、こうなってると。表現だから、表現する前に果敢なものは表現されても果敢であると、まあ、それはそうでしょうということで、こうある。で、ところが、πi ダッシュの方はここは x なんですね。これは x であると、これも x であると。そうすると、だからこれは i を1個固定したことによって i ダッシュ上でだけ成り立つんですよ。他の区間に関してはこういうこと今成り立ってないです。それで、そうすると、あの式から πiy っていうのは、 πiy っていうのは両方 xx ですから、 πiy が x と交換してますね。だから x と交換しているので、すべての x と交換しているということは、X の持ってきたところは X の方は AI プライムとか、プライムのプライム、こうなってますね。で、ところが、これはハーグデュアリティでこうだったので、これ両辺ダッシュをつけるとこうなって、こうですね。AI の方にダブルダッシュがつきますが、ダブルダッシュはフォン・ノイマン化の時はウィーククロージャーになるので、元と同じというのをやってありましたから、こうです。だからこうで、こうなると。これがハーグデュアリティ。ハーグデュアリティを使うことによって、 πiy というのはここに入っていることが分かると。ということは、y も AI から取ってきて、πi も同じ間に入っています。だから πi っていうのは AI から AI への写像なんですね。で、これは表現なので、当然単純動形ですね。で、黙ってたけど、表現っていう時は全部スター演算を保つものを考えています。だからスター単純動形です。だけど、自分の中に入ってるんだから、自己純動形ですね。これもただ自己純動形って言ったら、スターを保つことは仮定されています。こうなってるので、だから πi で、これ1個のファクターですね。だから πi と、これによって、で、π というその属の、間の属の表現だったんですが、
これに対して、AI と1個の間の自己順同形が得られた。で、実はこの1個の間の順同形が表現の情報を全部覚えていると。保っていると。だからこのいう移行によって、なんか間の属の表現、間の連続属ですね、連続個ある属の表現という何か、あまり見たことがないようなものを考えていたんですが、実はそれから、1個の間の順同形という非常によりシンプルなものが得られる。で、これが表現の情報を覚えているので、これで全部そのこういう何か新しい、よく分かんないものを対象を考えていたんですが、こういうもっと分かりやすい対象に移ることができると。で、こっちに移るとテンソル積がちゃんと定義できるんですね。昨日の最後にちょこっと、言ったことは何だったかというと、バイモジュールとそのファクターの自己順同形、まあ、3型の設定で考えていくとこういうふうに対応していて、でバイモジュールの相対テンソル積がこちら側では自己順同形の合成と、こういうふうになってますよという話があったの でそうすると自己順同形の方でその合成するという演算が大体何かしらテンソル積みたいなものだというふうに考えることができる。そこで上の設定でそうすると、AI という局所共形ネットを考えて、表現が π と σ と2つあったとしましょう。そうするとこれに対して、AI の自己順同形の、字を何にするかな、まあ、ラムダ、だからこういうふうに言って対応するというふうにいうふうに作る。でこちら側で合成すると、合成ラムダミューというのを作ると、これがちゃんとこちら側の表現に対応していることが分かり、これが π テンサーシグマと思うと、思うというのは定義するという意味ですね。π テンサーシグマと今まで定義されてなかったので、と定義する。でこの流儀によって、自己順同形の、合成というその非常にシンプルな演算によって、表現のテンソル積というのがうまく定まるということが分かる。で以下表現と定まる自己順同形を同一します。でそうするとさらに表現の次元というのがあってそうすると、まず元々の表現ですね、元々のもともと AI がどっか HAI は H に作用しているわけですが、最初にあったヒルベルト空間です。でこれに対応する自己順同形は何かっていうと、
それはアイデンティティですね。全部こう今の設定でこれが何になってるかって考えてみれば、それはアイデン自己行動者像です。対応する自己順動形は こうなっていることが、まあこれはすぐに分かると。でこれがまあこれは真空ベクトルがあるヒルベルト空間に作用しているというのを真空表現と言います。で真空表現は、アイデンティティはどういうふうに合成してもその効かないですね。だからでそれはどういうことかっていうと、これが自明表現にあたるものですね。点取るしても効かないっていうのは自明表現ですね。だからこういうふうにまず考え、これがまず最初からある表現です。で次に表現の次元というものを考えるんですが、もう表現と自己順動形は最初から定義するので、もう自己順動形ラムダに次元というのを考えるんですが、ディメンションのラムダというのをどう書くかっていうと、まあ AI に自己順動形だからこう移る。AI がファクターで自己順動形で移るとサブファクターですね。で、これもだからあんまりちゃんとないですけど、自己順動形って言ってるのは自己動形の場合もあるし、そうでない場合もあります。でそうでない場合の方が普通です。だから本当に像が縮む状況を考えています。でそうするとファクターの像はファクターなので、自己順動形でサブファクターになります。でこれでジョーンズインデックスがこの考える、まあこれは3型なので交差バージョンですが、ジョーンズインデックスが定義できるんでインデックスで考えられますが、これをルートを取ると、ルートを取ることによってちゃんと次元にあたるものがうまく定義されるということが分かります。そうすると、真空表現の時はここがアイデンティティなので、これ AI の時はインデックス1ですね。だから自明表現に関しては真空表現は自明表現が1次元だという、そのまあもっともらしい話ですね。ちゃんとうまくできている。でさらにテンソル積ですが、こうなっていると、もう自己順動形で書いてあるのは合成ですが、これがちゃんとこれがテンソル積にあたるものですが、テンソル積の次元が次元にこう分かれて、次元の積に分かれて、それから直和の場合も和に分かれると。だから和と積に関してちゃんと演算が保たれているというわけです。であとラムダプラスミューと書きましたけど、その前にイベン上の取る値はここですよ。ルートしたので取ってる値はこういうところです。ここ無限大の でここのラムダプラスミューっていきなり書いちゃいましたけど、表現と自己順動形を対応させておいて、で表現の方が表現の方には直和という自然な概念があるわけですが、それが自己順動形の方でどういうふうにするかっていうわけですが、ラムダプラスミューっていうのは X がこう移るんですね。こう00と。でこれがどこに入ってるかっていうと、M2× テンサー 2×2 行列で成分が AI なのでこうですが、
AI を2掛けにで C で2行2列行列でテンプのしたものですが、これが3型の設定だとこういうふうに水増ししても自然にこれと同型なので、この同一値によってこう AI に埋め込んだものです。どう書くんだAI に埋め込む。そういうことによってラムダプラスミューっていうのは一旦順道形じゃなくて自己順道形じゃなくて行き先が大きい間に膨らんでるんですが、それは AI と同じものなので、これをキャノニカルに AI に埋め込むことができると。それでこういうふうに、これがラムダ自己順道形の足し算です。で積の方はもちろん合成するだけ、こういうふうになってる。これでそのバイモジュールの方は時はそのフュージョンカテゴリーとかテンソル積があって、なんか規約分解があってとかなので、フュージョンカテゴリーみたいなのがあったんですが、大体同じようなものになっている。でところがその違い、新しい重要な違いはブレーディングというのが新たに発生するものです。それはラムダミューとミューラムダの関係です。でだからこれテンソル積の可換性に関する問題 で昨日フュージョンカテゴリーの話をしたときに、テンソルフュージョンカテゴリーと言っているときはテンソル積は可換じゃありませんよと言いました。だから今の設定ではラムダミューとミューラムダは全然一般には無関係なものです、ものというのが昨日の設定でした。でそれは普通に考えればそうで、これは無限次元間の自己順道形ですね、2つ合成するわけですが、一般にそんな無限次元間でエンドモルフィズムなんて合成したらラムダミューとミューラムダは一般には何の関係も期待できないんですね。だからこれ無関係、一般の状況でただ自己順道形を勝手に取ってきてただ合成すると分かんない、何のコントロールもできてないんですが、このラムダとかミューとかがその一般任意の自己順道形じゃなくてですね、表現属の表現から来ているということを使うと、これはちゃんと特別な関係があることが分かります。こういうふうになっているということがユニタリがあってミューラムダ X と、で U は今考えているところのユニタリです。こうなっていることが、こういう U がで X は全ての AI ですが、 U が取れると。あと U っていうのは U で挟む、 U スターで挟むというんですよ。 U と U スターですが取れることが示される。で大体どうやるかっていうと、こうですね、こうあって、で i がここにあるんですが、 i がここからここまでですが、もっと小さく、もともと i の外ではアイデンティティになるように取ってあったんですね。だけどこの i の取り方は自由だったんで、もっと縮めた i0 の外ではアイデンティティってなるように取ることができます。でそれからこの辺に i1 っていうのを取ることもできて、この辺に i2 っていうのを取ることもできて、そうするとラムダとミュートがここにあるときに、ラムダはそのここにだけ効いてる、外ではアイデンティティにすることができて、ミューはここにだけ効いてるようにすることができます。でその時にユニタリの分だけ動くんですが、アップトゥユニタリで、ラムダはここにだけ効いている、ミューはここにだけ効いているということができます。でそうするとこういうふうに効いているところが分かれているとですね、外ではアイデンティティなんで、この状況ではラムダとミューはぴったり交換します。だから、この2つの状況ではぴったり正確に比較的簡単に示せます。そうすると元の設定ではユニタリがつくので、設定からサブにするのに、なんか U がつくので、
上の U が得られると。その時にμをですね、こっち側にずらすのと、こっち側左のこっちに I2 の方にもずらすことができて、2つの実は2つチョイスがあります。I1 上でだけ。でこの時に I1 上だけでノントリビアルにしたようにした時にできる U と、それから I2 上だけノントリビアルにした時にできるような U と2つ出てきて、それは一般に違うものです。でこれでその 2種類の U が作れます。で、他に I1 の取り方自由度がありますが、右側でどんな区間でもいいんですが、それはそういう違いは効かないということが分かるので、本質的に2種類のU が取れます。でこの2種類を絵で描いて、これとこれで描くと。だから交差が上交差と下交差ですね。でこういうのがその3次元トポロジーで出てくる時のブレードってやつで、上交差と下交差の区別がついてるということで、ここを書くと。で なんでこんな風に書くかっていうと、ちゃんと、でこれをどっちだ、こう書いてると反対かな。あ、こう書くと反対にした、ミューとラムダ反対ですね。まあどっちでもいいんですけど。今の記号に合わせると反対です。で反対って意味は、こういう絵の解釈なんですが、さらにそのインタートワイナーというのがあるんですが、ラムダミューに対しインタートワイナーっていうのをフォームのラムダミューで、これを今考えている本内満貫のところで、T のラムダ X の T と、TX がこういうふうに置くと、これがインタートワイナーと呼ばれるもので、でホームという記号で書きましたが、これがその表現の間のインタートワイナーとよく似たもので、そのまあバイモジュールの間のバイモジュールホームとも対応しているものです。でそうすると、でこうこれをこの弦をこういう絵で書きます。ラムダミューで T と、これで上から下に私は読むんで、こういう記号絵を書く流儀は非常によく世界中で多くの人がやってますが、上から下に読む人と下から読むに上に読む人と2種類いて、大体私の理解してる限り半々ぐらいだと思うんですが、私は上から下に読むので流儀なので、これでラムダからミューに行くインタートワイナーと解釈して、ラムダからミューに行くインタートワイナーが T と、こう書きます。またこういう書き方もします。ラムダミュニューで、この弦を表します。ここまあもう T とかも省略して、上がラムダ、下がミュニュー、これがテンソル積みたいなものなので、ラムダからミュニューのテンソル積への写像、この弦を表すと。逆にした こっちの絵は。ラムダミューであるの弦ですね。こう
こういう流儀を書きます。そうすると、ブレーディングっていうのはあれ、上がミューラムダ、下がラムダミューの順番ですから、あれでミューラムダからラムダミューへ のインタートワイなんですが、それがこの U を表しています。そうすると証明できることは、全然明らかじゃないですが、これも証明できることはこういう絵ですね。これがこうとラムダ、何ですか、ミュー、ミュー、ミュー、シグマ、ラムダ、ミュー、ミュー、ミュー、シグマで、この意味なんですけど、これはですね、その三重点とかその交差しているところがインタートワイナーを表しているので、これは三重点が1個、ここに交差しているのが2つありますね。でこれ上から下に行くんで、インタートワイナーでまずこれが働いて、次にこれが働いて、次にこれが働いてという、これ3つの、合成です。でこちら側はここにインタートワイナーがあって、ここにあって2つしかないですから、これは2つの合成です。T とかにあたるオペレーターの合成で積ですね。こうなってる。だからこのイコールの意味は、左辺のように3つのオペレーターをかけて、右辺のように2つのオペレーターをかけると、それがオペレーターとして、ファクターの今考えているファクター AI の中で等しいと、そういう式です。こういうことが証明できます。そうすると、あと他の、上下逆さになったようなやつも全部大丈夫です。そうするとこれ、その3次元の絵だとすると、こう紐ですね、紐がこう二股に分かれてるんだとすると、これ紐の裏側を別の紐が斜めに通ってるわけですね。でその時にこの斜めに通ってるやつをこうずらしたり、三重点を越えてこうずらすっていうのが操作がこれですね。でそういうことが許されると、他のその普通の結び目の操作なんかが全部できるので、これによって、でこういうこれを満たす時、満たすその U たちですねをブレーディングと言います。そうすると三重点があるようなやつで、こうなんか三重点があって、かつなんかこんなので、例えばこんなのでこう結び目みたいになって、さらに三重点も許して、でこういうところにラムダとかミューとかなんかニュートがついてると、各連結成分にこういうのがついてると思うと、こういうのがこう上から下へ向かっていくと、で この辺何にもないですが、何にもないところはですね、アイデンティティが載ってると思うんですね。そうするとこういう絵をその合成すると、ホームのアイデンティティからアイデンティティへの飛車像になります。でアイデンティティからアイデンティティへのインタートワイナーって何かっていうと、アイデンティティラムダミューのところがアイデンティティだとすると、全ての X と交換するという式で、全ての X と交換するというのはセンターですから、でセンターっていうのはファクターなので C しかないです。合成はの元を与える、とつまり数ですね。でこれが、だからリンクで、さらに、まあ、三重点も許してますけど、リンクで、連結成分ごとに、ラベルがついてる、でこう連結成分ごとのリンクの成分のラベルを ラベルってラムダとかミューとかつけてるやつのことですが、それを、カラーと普通こういう業界では言うの でこれをできるものがカラードリンクインバリアント。つまり色のついたカラードリンクっていうのはこうラムダとかミューとかの結び目の各成分についてて、それに数が対応しているの でこれでリンクインバリエントとなります。でリンクインバリエントっていうのは、例えばリンクがなんかこんな風に
なってたらこれが左右に外れますよとか、こういう種類のライデマイスタームーブとかそういうのでがいくつかあるわけですが、そういうのでまあ普遍と、正確に言うとフレームドリンクですけど、まあまあ、あんまり知らない人は気にしなくてよいですが、フレームドリンクと呼ばれるもののインバリアントになっています。で重要なのはそのこういうのでだからブレーディングがあるというのが、勝手なサブファクターを考えるんじゃなくて、局所共形ネットを考えたことによって自動的にブレーディングが導かれるということが大きなものなんですが、でこの設定のもとで、なんかフュージョンカテゴリーができてほしいんですね。表現たちが、正確には有限次元表現ですけど、あのディメンションの意味での有限次元表現たちがフュージョンカテゴリーになってほしいんですが、その何が足りないかっていうと、規約表現が有限種類しかないかということが問題になります。これが昨日のでこの局所共形ネットの設定ではそのまんまこれをこういうのがラショナルと言ってるやつで有理性のことですが、これがこうある、そうすると局所共形ネットによっては有理性は成り立ったり成り立たなかったりします。有理的なこともあるしそうでないこともあります。それは両方とも例がたくさんあります。なったりならなかったりするんですが、そのいつ有理性が成り立つかという判定条件が欲しいということがあって、これに答えるのが次の結果です。だからこれが有理的になる場合っていうのが、その多くの人が興味を持っていてたくさん調べている状況で、そのいい結果なので、いつ有理的になるかということを判定したいと。で実は次の結果が成り立ちます。これは私とロンゴとニューガー、もうだいぶ前、20年ぐらい前の結果ですが、でまずこう、円周を4つに割ります。別に長さとかはどうでもいいので、円周をこう4つに4つの区間に分割します。でこういうものを考えます。1番と3番、この向かい合っているところですね。1番と3番で生成するフォン・ノイマン感を考えると、それから2番と4番で生成するフォン・ノイマン感を考える。そうするとローカリティから、例えば A の I1 っていうのは例えば I2 とも交換するし I4 とも交換します。あ、23じゃないや、24ですね、24。だから1番っていうのは24と交換するので、こちら側にダッシュをつけておけばこう入るわけですね。1番は入るし3番も入る、だから生成するフォン・ノイマン感は入ります。こういうものがあります。でこれが実はサブファクターになるので、これはこう生成するフォン・ノイマン感を見てもちゃんとファクターになるということが証明できるんですが、というサブファクターのインデックスを見ると、これがズバリこうであると。ラムダの事情はラムダ規約表現、こうなるという結果を証明しました。でこれの分かることは、でこれが有限になるってことが、まあ規約表現が有限個しかなくて、それが全部有限次元であるという状況なので
はい、で、規約表現、これ、必ず1以上なので、規約表現が無限項になるのに、これが有限和にな、有限値を取るということはないです。だから、あれが有限値ということは、自動的にラムダの数も有限項です。で、これが有限のとき、有限の時、AI は、元の AI は、完全有理的であると。で、完全とつけたのはですね、本当ちょっと、強い条件が他にも課されていたので、最初の論文では、でちょっと強いっていうので完全でつけたんですが、実はその余計な条件は自動で従うということが証明されたので、あんまり気にしなくていいんですが、だからこれが有理性を特徴づける条件であると。で、これで重要なことはですね、これだから右辺は規約表現を見てるわけですが、左辺は表現と一切関係ないですね。表現とかなしで、この4つのフォン・ノイマン環だけから決まると。だから左辺の要はインデックスは表現と無関係、であるということが、から、つまり表現を見ないでも、最初の、つまり4つのフォン・ノイマン環のなすジョーンズインデックスを見るだけで、こう有理的であるかどうかを判定できるということが証明されました。で、これによっていろんなものの有理性が次々と、玉突きのように証明されていくんですが、で、あと最後に注意として グレーディングで グレーディングで、こう、交差を2つ言いましたが、こう、2つ、このブレーディングを表すユニタリ作用素が2つあるって言いましたけど、その2つがたまたま一致することはあります。こうなっても良いんですね。これは許されてます。で、そうなんですが、この場合、こういう場合面白くないんですね。つまり、これカラードリンクインバリアントといっても、例えばその結び目の不変量とか言ってる時に、上交差と下交差を区別しないっていうものですから、それは不変量ですけど、それはただ、例えば普通の全部カラーが1種類しかないとすれば、連結成分の数を数えてるだけですね、リンクの時に。で、それは確かに位相不変量ですけど、そんなもん考えても意味がないですね。だから、そういうのはこれつまんないので、良い側だから、これつまらないわけですね。で、だから上交差と下交差が十分に違うという類の条件があって、違う時ノンディジェネレートと言います。ちゃんとした、十分に違うってあんまり定義じゃないですけど、ちゃんとした定義があって、こういうノンディジェネレという概念が定義されています。だから、まあ、上のこう、そういうつまんない時は退化して潰れてるわけですね。だから、そういうのはつまんないので、十分に違う時こういうのがあります。で、上の設定では実は自動的に非対化になることが証明されています。だから、完全有理的な場合は、これも我々の結果です。同じ論文です。で、こういうふうに、その、だから、ある種のラショナルなコンフォーマルフィールドセオリーと呼んでいるものですけど、そういう設定ではこういう非対化なブレーディングが生ずるってことは、物理の論文に昔から書いてあるんですけど、で、あんまり数学的にちゃんと証明されたのは我々の論文が最初のもので、だから、こういう、まあ、物理的な動機に基づいているものがちゃんと功理的な設定で証明できるというわけです。あ、それじゃあ、ここまで、今日は。